アメリカ空軍第64アグレッサー飛行隊及び第65アグレッサー飛行隊所属の F-15 と海 -16 アグレッサー部隊とは軍の演習、訓練において敵部隊をシミュレートする役割を持った専門の飛行隊のことである。アグレッサーとは英語で侵略側を意味する単語でアメリカ海軍においてはアドバーサリー部隊と呼称される。 戦闘機部隊は日々の任務に加えて資格取得の勉強に時間を取られているため、自軍に新たに導入された機材や諸外国の戦術変化に応じた戦闘技術を研究、開発する余裕はなく、また研究、開発を部隊ごとに個別に行うのは効率が悪い。アグレッサー部隊はこれを専門的に行い、生み出された成果をもとに一般部隊を訓練することで、 軍全体のレベルを上げることが役割である。ただし、このような専門の部隊を保有するのは、アメリカ空軍や海軍程度で、ほとんどの国では、実戦部隊や訓練部隊の一部が兼任していることが多い。また、現在では、アッテックのように、民間軍事会社が行うこともある。共感役でもあり、自軍のセオリーとは異なった戦術を理解、把握するだけでなく、 演習では仮想的機として実演する必要があるため優秀な人員が割り当てられエリート部隊となっている。またアメリカ軍などにおいては仇役をシミュレートするのみならず旅客もしくは購入した仮想的国の兵器を用いている場合がある。航空自衛隊飛行共同軍所属機第65 アグレッサー飛行隊所属機アメリカ空軍の海 -5E アグレッサー戦闘機アメリカ空軍では海 -5 は退役したがアメリカ海軍などでは現在もアグレッサー機として使用されている第115飛行隊の F-16A 熱飛行共同軍の塗装は敵味方の識別のためものなので明細塗装ではなく識別塗装と呼ばれる2014年現在では特殊作戦軍などにおいて 本来の輸送任務にも用いられている。ただし、同期を使用するイラン空軍への機体、部品流出を防止する政治的側面が強かった。アメリカ及びイスラエルは研究用に第三国経由で入手しているが、表だった運用を行っていない。ありがとうございます。